奈良市の西大寺で15日、大きな茶碗で抹茶を振る舞う伝統行事、大茶盛り式の初釜が行われ、大勢の参拝客が新春の一服を楽しみました。西大寺の大茶盛り式は、鎌倉時代に西大寺を復興した高僧永尊が1239年1月、貴重品だったお茶を民衆に配ったのが始まりとされます。茶碗の大きさは水がめなどで回し飲んだ当時にちなみ、直径およそ30センチから40センチ、重さがおよそ5キロもある特大サイズ。参拝客は顔が隠れるほど大きな茶碗を抱えるように持ち、隣の人と助け合いながら抹茶を少しずつ口にしていました。いかがですか？それじゃどうもありがとうございました。思ったより重たいです。美味しいです。なんか思ったよりも味もしっかりしてて美味しかったです。やはり新年のね、やはり初日のね、でだからやはり新しい年のやっぱり第一歩かなと思いますね。あー